先週ですねあるあの地上波のテレビ出まして、えー、その今問題になってる樽富士の暴力についてですねコメントいたしました私はまああの全然ダメと横綱がそんな暴力振るっちゃダメと話になんないと、まあ、別に貴乃花が、えー、その被害届を警察に出したの何の問題もないと、まあ、教会を守るっていうことも必要だけどもそれ以上に 日本国はあのちゃんと法治国家だからということをお話したんですがそこに出てきた大相撲関係者の、えー、専門家とそれからジャーナリストみたいな人はもう非常に私と喧嘩になりました。そこでですね彼らが一生懸命主張してたのは大相撲は日本文化だって言うんですよだから日本文化を守らんといかんとこう言うんですが私はですねまあもちろん古い日本はですね まあ,あるいは今の大相撲の暴力なんかはいいと横綱の暴力はまあまあと親方が出てきてまあ表沙汰にしないようにしようというのがですねまあ日本文化だったかもしれませんそれまあ私は日本文化とてのはもっと真面目でそういう不正をあんまり好きではないだけど日本文化ってのは庶民は不正をしないしないけども 不正があってもいいそれはまあ目をつぶるというところがあったっていうのはありますねまあ今度のことはまず「春馬富士は横綱だ」っていうことですが横綱審議会は何もステートメントを出してないんですよ。横綱審議会は深く反省して「春馬富士を横綱にしたのは間違いだった」「相撲は強いかもしれないけども人格的にはダメだ」と「普段の行動が良くてもお酒の席でまあ自分よりか下のものをボカボカ殴るなんていうことは 許されないというふうに横綱審議会は言わなきゃいけませんしそれから白鵬もですね普段の態度いいかもしれませんがこの前みたいに行事とか審判部の言うことに文句をつけるのはこれは相撲では許されてないわけですからこれもやっぱり横綱審議会が白鵬に対してまあ注意をするとか横,横綱審議会自身が反省して、まあ、自分たちは横綱審議会の役割を果たしてないと。 いいうこととで辞任をすするべきだと思いますね、まあ、そういうことを一切せずに貴乃、まあ、花がですね何かあの教会に協力しないということだけを非難しているようではですねまあなんていう日本文化かなと思いますね。えー、と暴力っていうのは日本文化の中にありました。えー、先輩が後輩を殴る、えー、日本軍のお軍隊がですね歌手間が兵を殴る。 えー先生がスポーツクラブでは先生が生徒を殴るこういうのがある意味で当たり前だったた時代っていうのがあるんですねただ江戸時代とか室町時代にですね庶民がしょっちゅう殴ってたかっていうとまあもう少し調べてみなきゃ分かりませんがえ特にその上司が部下に対して暴力を振る例えば上官が兵士に対してとか横綱が 平幕に対してとか先生が生徒に対してっていう文化はですね私はもう日本文化とは言えないと思います。またそういうことをしなくても日本文化っていうのは非常に丁寧で礼儀正しく特に上のものは謙虚でとむしろ言う方がですねそれから決して暴力を振るわずにきちっとやると暴力っていうのはもう自分が腹を切るという時には自分が腹を切ると。 いうことまあ暴力っていうのはもちろん日本文化現在の少なくとも日本文化ではないと思いますね。それから貴乃花は今まで谷町という制度に頼っていたつまり谷町にお金を奢ってもらってそうするとやっぱりどうしても癒着するということで、えー、最近ではですね貴乃花は、えー、相撲ファンからお金をもらって寄付金ですねサポートのお金ですよ。 サポーターを作って大相撲を維持しようという提案をされてますが誠に現代風ででいいいんんじゃないかと思うんですね。まあ、谷町もあっていいですよ。お金持ちが相撲が好きだからって言ってお金を相撲にあげるっていうのはいいけどもそれによって癒着を生じたらいいけないんですね。私はあのーえー、とアメリカがいいっていうわけじゃないんですがアメリカのスタンフォード大学に行った時に。 あの頃産学連携っつって産業と学問が協力してってことで特にスタンフォード大学はえシリコンバレーの発展に AI の発展に大きく貢献しましたからねところが現実にスタンフォード大学行ってそして産学連携センターの所長さんに話を聞いてみると週に1回しか会っちゃいけないとかこういうことを話しちゃいけないとかっていっぱい制約があるんですねまあアメリカらしいルールですね。 ですから谷町がいるんだったら谷町と力士の間の親方とかそういう間のルール作りがまあ必要なんでしょうね近代的に言えば。それからもう八百長もしょっちゅう問題になってるわけですよ。今度の事件も八百長がそこに底辺にないかっていうと怪しいところがあるんですね。そうしますと暴力とかお金の汚さもしくは高野アが言ってるように あんまり力士同士は飲まないがいいっていうのもですねやっぱり勝負で命をかけてやるときには普段飲んでたらやっぱりやり取りが行われるからそういうのやめた方がいいよっていう考えも正しいように思いますしもちろん八王朝は論外ですねこういうものが昔の大相撲にあったのかもしれませんまあ日本の文化っていうのはですねま政、あ、諾合わせ持つところがあるんですねこれはまあインドの社会学者が非常に羨んでるように日本では セックこの「ないようであると」この内容であるというものをですね、えー、やりながら社会は非常に健全に見えるっていうそういう形は素晴らしいんだっつっておりましたから、まあ、そういうこともいるんでしょうね。だけど大相撲ぐらい大きな組織になるとですね私はやっぱり「春馬富士」はもちろん引退ですよ。引退というかまあ懲罰でしょうね解雇でしょうね。それからまあ白鵬も 現在の状態ではやっぱり外国、まあ、もっと強いでしょうね、えー、来場所はもう休場あの審判に文句つけたあものからあと、えー、やっぱり場所に出したらいけなかったでしょうねそういう厳しい態度をとって初めて相撲はですね多くの人に支持されると思うんですね私はまあ相撲大好きなんですね。 いつも名古屋場所が年に一回ありましてそれに一日しか行けませんがだから年に一日しか見物は見れないんですけどそれでも相撲ファンですよ非常に強い相撲ファンですスポーツとして本当に素晴らしいですねその中に八百長が入っててもいいか暴力が入っててもいいかルール破りが入っててもいいかっていうとですねやっぱりそれはかなり興味が半減しますやっぱり相撲取りは無口で そして横綱になったら人格が高くそれは双葉山がですね69連勝しただけではなくて滝に打たれて、えー、心身ともに立派になるようになったと横綱になって一回も待ったしなかったこれがですねこれが日本文化なんですよ私たちが相撲を守りたいのは横綱双葉山がですね、えー、待ったをせず滝に打たれて精進し そして立派な横綱として尊敬されるこれが相撲でありこれが日本文化でお金がいくらもらうとかいうことは契約金なんつは一切言わないとこれこそがですね今後も続けていくべき日本文化なんですよそういう点で私はもう野球っていうのはもうダメだと思ってるんですねサッカーもダメですその点でやっぱり日本文化と合うスポーツってったらラグビーとか相撲とかそういうお金と切り離されている スポーツですね。スポーツはスポーツとして価値があるお金がもらえるからスポーツが素晴らしいんではないこれこそがまあ日本文化だと思うんですね、まあ、その点では現在の,あの指揮者と言われる人たちが貴乃、まあ、花の方に矛先を向けているということは一体どういうことかと思いますねそれからもう一つ貴乃花が教会に連絡しなかったということはいいんですよ 我々はですね、日本日本に住んでおりまして、日本はですね、今までのように組織を守るよりか、国家を守るということを優先してるんですね。したがって、えー、障害のあの訴えを起こせば、別に教会はそれに従えばいいんですよね。私がいつも言うように、私が石油コンビナートに勤めてる時に、私の上司が、えー、火災が起こったら、まず第一に しあの市の消防に連絡しろと119番しろとそれから城内消防に連絡しろと一番最後が上司としての私だとじあの組織を守ろうとするなと市民を守ろうと守ろうとしろと、まあ、こういうふうに私大学出て入社早々の私に教えてくれましたそれはですね今度の高田の態度であり私は非常に誇りに思うところで届けを警察に出したも何の問題もないと。 まあ、教会を守るっていうことも必要だけどもそれ以上に日本国はああのちゃんと法治国家だからっていうことをお話したんですがそこに出てきた大相撲関係者の、えー、専門家とそれからジャーナリストみたいな人はもう非常に私と喧嘩になりました。そこでですね彼らが一生懸命主張してたのは大相撲は日本文化だ,って言うんですよだから日本文化を守らんといかんとこう言うんですが私はですね まあもちろん古い日本はですねまあ,あるいは今の大相撲の暴力なんかはいいと横綱の暴力はまあまあと親方が出てきてまあ表沙汰にしないようにしようというのがですねまあ日本文化だったかもしれませんそれまあ私は日本文化っていうのはもっと真面目でそういう不正をあんまり好きではないだけど日本文化っていうのは庶民は不正をしないしないけども 不正があってもいいそれはまあ目をつぶるというところがあったっていうのはありますねまあ今度のことはまず「春馬富士は横綱だってことこですが横綱審議会は何もステートメントを出してないんですよ。横綱審議会は深く反省して「春馬富士を横綱にしたのは間違いだった」「相撲は強いかもしれないけども人格的には駄目だ」と「普段の行動がよくてもお酒の席でまあ自分よりか下のものをボカボカ殴るなんていうことは 許されないというふうに横綱審議会は言わなきゃいけませんしそれから白鵬もですね普段の態度いいかもしれませんがこの前みたいに行事とか審判部の言うことに文句をつけるというのはこれは相撲では許されてないわけですからこれもやっぱり横綱審議会が白鵬に対してまあ注意をするとか横綱審議会自身が反省してまあ自分たちは横綱審議会の役割を果たしてないと。 いうことで辞任をするべきだと思いますね。まあ、そういうことを一切せずに、まあ高野花がですね、何かあの教会に協力しないということだけを非難しているようではですね、まあなんていう日本文化かなと思いますね。えっ、ー、と暴力っていうのは日本文化の中にありました。えー、先輩が後輩を殴る、えー、日本軍の軍隊がですね、えカシカが兵を殴る。 えー先生がスポーツクラブでは先生が生徒を殴るこういうのがある意味で当たり前だったた時代っていうのがあるんですねただ江戸時代とか室町時代にですね庶民がしょっちゅう殴ってたかっていうとまあもう少し調べてみなきゃ分かりませんがえ特にその上司が部下に対して暴力を振る例えば上官が兵士に対してとか横綱が 平幕に対してとか、先生が生徒に対して、まあ、もっと強いでしょうね、えー、来場所はもう球場あの審判に文句つけたものからあと、えー、やっぱり場所に出したらいけなかったでしょうねそういう厳しい態度をとって初めて相撲はですね多くの人に支持されると思うんですね。私はまあ相撲大好きなんですね。 いつも名古屋場所が年に1回ありましてそれに1日しか行けませんがだから年に1日しか見物は見れないんですけどそれでも相撲ファンですよ非常に強い相撲ファンですスポーツとして本当に素晴らしいですねその中に八百長が入っててもいいか暴力が入っててもいいかルール破りが入っててもいいかっていうとですねやっぱりそれはかなり興味が半減しますやっぱり相撲取りは無口で そして横綱になったら人格は高くそれは双葉山がですね69連勝しただけではなくて滝に打たれてえ心身ともに立派になるようになったと横綱になって一回も待ったしなかったこれがですねこれが日本文化なんですよ。私たちが相撲を守りたいのは横綱双葉山がですねえ待ったをせず滝に打たれて精進し そして立派な横綱として尊敬されるこれが相撲でありこれが日本文化でお金がいくらもらうとかいうことは契約金なんつは一切言わないとこれこそがですね今後も続けていくべき日本文化なんですよそういう点で私はもう野球っていうのはもうダメだと思ってるんですねサッカーもダメですその点でやっぱり日本文化と合うスポーツってったらラグビーとか相撲とかそういうお金と切り離されている スポーツですねスポーツはスポーツとして価値があるお金がもらえるからスポーツが素晴らしいんではないこれこそがまあ日本文化だと思うんですね。まあ、その点では現在の,あの指揮者と言われる人たちが貴乃、まあ、花の方に矛先を向けているということは一体どういうことかと思いますね。それからもう一つ貴乃花が教会に連絡しなかったということはいいんですよ。 我々はですね、日本日本に住んでおりまして、日本はですね、今までのように組織を守るよりか、国家を守るということを優先してるんですね。従って、えー、障害のあの訴えを起こせば、別に教会はそれに従えばいいんですよね。私がいつも言うように、私が石油コンビナートに勤めてる時に、私の上司が、えー、火災が起こったらまず第一に しあの市の消防に連絡しろと119番しろとそれから城内消防に連絡しろと一番最後が上司としてのことそれからまあ白鵬も現在の状態ではやっぱり厳重開国まあもっと強いでしょうね、えー、来場所はもう休場あの審判に文句つけたあものからあと えー、やっぱり場所に出したらいけなかったでしょうねそういう厳しい態度を取って初めて相撲はですね多くの人に支持されると思うんですね私はまあ相撲大好きなんですねいつも名古屋場所が年に1回ありましてそれに1日しか行けませんがだから年に1日しか見物は見れないんですけどそれでも相撲ファンですよ非常に強い相撲ファンですスポーツとして本当に素晴らしいですね その中に八百長が入っててもいいか、暴力が入っててもいいか、ルール破りが入っててもいいかっていうとですね、やっぱりそれはかなり興味が半減します。やっぱり相撲取りは無口で、そして横綱になったら人格が高く、それは双葉山がですね、69連勝しただけではなくて、滝に打たれて、えー、心身ともに立派になるようになったと。 横綱にななっって1回も待ったしなかったこれがですねこれが日本文化なんですよ。私たちが相撲を守りたいのは横綱双葉山がですねえ待ったをせず滝に打たれて精進しそして立派な横綱として尊敬されるこれが相撲でありこれが日本文化でお金がいくらもらうとかいうことは契約金なんて一切言わないとこれこそがですね 今後も続けていくべき日本文化なんですよそういう点で私はもう野球っていうのはもうダメだと思ってるんですね。サッカーもダメです。その点ではやっぱり日本文化と合うスポーツっつったらラグビーとか相撲とかそういうお金と切り離されているスポーツですね。スポーツはスポーツとして価値がある。お金がもらえるからスポーツが素晴らしいんではない。これこそがまあ日本文化だと思うんですね。 その点では現在の指揮者と言われる人たちが貴乃花の方に矛先を向けているということは一体どういうことかと思いますね。それからもう一つ貴乃花が教会に連絡しなかったということはいいんですよ。我々はですね日本,日本に住んでおりまして日本はですね今までのように組織を守るよりか国家を守るということを優先してるんですね。したがって えー、障害の,あの訴えを起こせば別に教会はそれに従えばいいんですよね私がいつも言うように私が石油コンビナートに勤めてる時に私の上司が「えー、火災が起こったらまず第一に」